優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今の率直な気持ちをお願いします。これ夢じゃないですか。そんな気持ちです。ただ1回戦から振り返って急遽対戦相手が変わりましたナシロさんとの対戦でしたが、はい、サブスポー対策はもうほとんどできてないですね。ただ偶然スファン、いいスファンが練習に来てくれてたんでスファンと 2,3 回スパーしてたのがちょっとただ運が良かったかなと思ってます。それでは準決勝リュウジ選手でしたが、はい、いやもうその前リュウジさんの1回戦を全然見れてなかったんでどうしたらいいんやろうって感じ、まあ、そこはもう大口さんとか三好さんとかもトレーナーの言う通り、まあ、動けたって感じですね。そして決勝激しい打ち合いでしたが、そうですね、いやほんまに中島君パンチが痛くて重くて強かったです。まあ負けるんじゃないかなと思ったり思わなかったり。そして今回入場3回、はい、その中で東方プロジェクトを選んだ理由というのは、東方いやちょっと半券楽かなと思って半券で頭下げまくるのしんどいんで東方やったらズンさんにメール送ればいいかなとか思って、素直すぎっすかね。まあ、東宝流行ってるし流行ってもないかな、もうでも東宝のキャラ可愛いじゃないですか。で今回自分自身があまりダンスを踊りたくなかったんですよ。なんで衣装の方で、まあ、その舞台が華やかになればいいなと思って、まあ、東宝やったら全員派手なんで全キャラがそんな感じですね。これでアニメ不況とりあえず世界に羽ばたくことが決定しましたか。そうですね、まあせっかく優勝してさっきも言われたんですけど、まあ、今がスタートラインなんで世界チャンピオンというのが僕の夢なんで、ああ夢って言ったらあかんのかな。世界チャンピオンを目標にしてるんでちょっとまあ、世界でリベンジしたい相手が2人ほどおるんで。その相手というのは、まあ、中国の周縁さんとアルバートさんですね。アルバートクラウス選手ですね。今回優勝したことでポストマサトというものが見えてきてしまったんですが、リング上では自分は慣れないとおっしゃっていました。はい、はい、無理でしょ。マサトさんみたいになれない人はあんな尊敬しまくってるんで僕慣れないですね、簡単にあんなは。その代わりは僕は僕のカラーで、おーおーすげえ。わあ、これ最高やな。続いてもよろしいでしょうか。どうぞ。今入場の時に一緒に入ってくださった皆さんが来ていらっしゃいますが、それについて今の気持ちを。今の気持ちですか。いや、みんなね、一応そのなんていうんですか、僕はもし仮に1回戦負けてもみんな3パターンの踊りを練習してくれてたんですよ。なんでなんかほんまに3パターン3回一緒に入場できて嬉しいし、まあこのチャンピオンベルト持って帰れて、なんかみんなのおかげで、みんなのおかげもあって勝てましたと、まあ言いたいですね。そのベルト今担いでいるその気持ちを改めて。いやー、いやありえんでしょ。K1 のベルトっすよ。まさかね、え言うたらあれでしょ、マサト、小比類巻、佐藤、木戸でよ、その隣僕の写真並ぶんでしょ。ありえんでしょ。超やばいっすね。なんかもうほんま夢っす、夢っす、これ夢みたい。今名前にも上がりましたがポストマサトということで佐藤選手との対戦も予想されると思うんですが、いや僕と佐藤さんやっておもろいんですかね。僕は別にそんな佐藤さんを佐藤さんとやりたいわけじゃなく、やりたいってことはないですね。ただやれって言われたら やらなあかんねやろと思うし、もっと何ですかね、面白い試合ができる方々とやれたらいいなと思います。ありがとうございます。今日の試合を3試合やってこう、はい、自分で課題みたいなところはどういうところがあったと思いますか。前回前々回でもう足が動かんぐらい緊張しちゃった、してしまったんですね。で今回はちょっと心理学をちょっと全部カウンセリングを受けに行きまして、ポジティブ心理学っていうやつを学んできました。で一試合一試合最高の自分っていうものを出せたらそれでいいんやというふうに自分は考えてて、
そう考えてたら3回勝てました。世界で勝っていく上で今後は何が必要だと思いますか。いや、今までやってきたことをもっとなんていうんですかね、レベルを上げて、まあ、フィジカル、そう精神論でテクニックと、まあ、今以上に練習してですね、対世界を考えていきたいですね。あとテレビの中継の中でですね、はい、3ラウンド最後の決勝の行く前にセコンドの方からここで負けたらお前ただのお宅になっちまうぞって言われたっていう話があったんですけどこれは確かにそういうこと言われたんですか。言われてましたよね。なんか言われてました、言われてました。やっぱりこれはかなり発奮材料になりました。いや、もう内容がどうこうじゃなくて、もうなんていうんやろ、もう勝たなあかんねんっていう、その葉っぱをかけてくれたっていうだけで、その言葉の内容じゃなくてかけてくれるだけで僕はまあなんていうんですかね、上がれましたね。ありがとうございます。先ほど DJ 大輝さん主からのメッセージで、アニオタだったら裏番組のフィギュアを見るよりは NHK である水木奈々のライブの方を意識するべきじゃないかというメッセージがあったんですが、それについてどう思われますか。まあどうしたら何、俺が今見ろっていうことですか、その試合してんのに。いや、視聴率が会見の時に裏のフィギュアがやっぱ気になると言ってたんですけど、はいはい、視聴率気になるんだったらアニオタだったら NHK がライバルだろう。別に NHK はもう視聴率関係ないでしょ、問題が続くねんから。技術的な部分でこの間に練習してきたことっていうのは、今日どれぐらい出せた自覚というか。なんすかね、いやめっちゃ出たと思いますよ。サイドへ動き出し、大口さんに言われたテクニックっていうのが、まあ龍二参戦も出たし、決勝も出たと思ってるし、はい、めっちゃ出ました。その分では、いや、なんていうんですかね、達成感というか。もう達成感はありますよ。なんかやっぱそういうテクニックが発揮できたからこそベルト取ったんやと思ってるし、まあ大田美代に言っといてください、やったぞって。いらない、いらない。他にご質問よろしいでしょうか。シルバーウルフの方で出稽古をされていたと、はい、いうことですけども、その成果っていうのは具体的にどういうものが、どういう場面で出たかっていうのは覚えてらっしゃいますか。いや、まあなんていうんですか、大宮さんに葉っぱかけられて、まあ、毎試合毎試合かけられたんで、まずそこで出てると思うし、まあ、ほんまにそのアップの時になんていうんやろ、勝手に出るからって言われたんですよ、練習したことが出るからって。まあ、それがほんまに出たって感じですね。あともう一つなんですけども、そのシルバーウルフでそのイースファン選手がまあ来てくれたと、はい、でそれも偶然だったっていう感じですか。偶然ですね。でそういうところでなんか、まあ、1回戦ナシロ選手、はい、サウスポーで、はい、それなんか運っていうか幸運を感じるっていう部分ありましたか。まあ運っていうより良、まあ、かったなって感じですね。しかも、まあ、イースファン来たって言っても、その時はなんていうんですか、コヒさんやったんで、もうそうはんいいからみたいな、タウスボーは結構もうええねん俺みたいな、そんな感じだったんで、ほんまに相手はいない時に、まあ身長がでそのコヒタンチックやったんで、2、3回やらせてもらったぐらいなんで、けどまあスワンと打ち合えたっていうのが、まあ、自信にはなりましたね。結果的にコヒさん対策だったのがナシロさん対策になっていたと。そうですね、なってました。まあまあそれはまんまじゃないですけど、応用を聞かせてそうさせました、そうしましたね。ジェンオツミカコのオツオツラジオツなんですけれども、はい、ジェンオツさん優勝おめでとうございます、はい、ありがとうございます。今日の、ダンスをしないでのコスプレでの入場なんですが、はい、ご自身で何点ぐらいかと。何点、もう100点満点でしょ。こんだけ一、ね、東方のキャラ出せてね、満点ですよ。もうこれはラジオっても隠しじゃなく毎週やらなあかんでしょ。そうですね、おしゃべりの方も頑張っていただきたいなと。そうですね、おしゃべりもこれからどんどん勉強したいと思っています。そうですね、最後に今一番見たいアニメは何でしょうか。一番見たいアニメですか。レールガン終わっちゃったしな、今何やってんのやろ。まあ何でしょう、何かな、魔法少女リリカルナの晴れ、ぜひ映画も見てください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
賞金の使い道とかは何か考えてますか？ちょっとめっちゃ真面目なこと言っていいですか？ちょっと親に渡したいですね。ちょっと僕結構迷惑かけたんで、親に引きこもりの方でなんで結構親に返したいっていうのと、あとは何ですかね、ちょっともうちょいインターネット系を勉強したいですね、いろいろと。 IT 格闘家になりですね。言葉の響きがかっこいいんですけど、どういうものか全く見当がつかないんですが。そうですね、僕も分かってないんですけど、今たまにユーストリームで自分でなんか適当なわけのわからん放送を流してるんですが、それをもうちょい高度なものにしてですね、なんかインターネットでちょっと面白いことがしたいなと思いますね。では最後に、今まで応援してくれたファンの皆さんにメッセージをお願いします。いや、ほんまに2連敗してですね、3連敗してですね、その世間一般でもう俺あかんやろと、所詮キャラで出てるだけやろって思われてたと思うんですよね。ものすごいそれ自分で分かってて、こういう格好するからには普通の普通に精一杯格闘技を頑張ってる選手よりもね、ちょっと立場が悪いんで、もう怪我無理な、怪我に上がる無理かなとか、正直そんなことを考えることも多々あったんですが、ラストチャンス崖っぷちっていうことで、前回に怪我に上がったような初心に戻って出たらまさか優勝しました。本当にですね、さっきも言ったんですがね、負け続けた僕を応援してくれたファンの方々、本当にありがとうございます。これからもっと面白くてかっこいいところを見せていくんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。